鶴原貞吉東京人造肥料、鶴原貞吉から1914年12月2日は、日本の官僚、実業家、政治家、第2代大阪市長、韓国党官府所代総務長官、衆議院議員、福岡藩市、鶴原同室の長男として、福岡岩林町に生まれる。藩校就有館、大学予備門を経て、1883年7月、 東京大学文学部を卒業し、同年10月、外務省御用係となり更新局に勤務する。外務省では、1885年5月、外務所規制として、ロンドン領事館に在勤し、1887年12月、天津領事、1890年6月、上海領事を歴任したが、1892年6月、外務省を退官し、 同月、日本銀行を大阪支店筆頭初期に転身する。日本銀行では、1893年9月、支配役大阪支店長に就任し、1896年4月から営業局長を兼務、1897年2月から、さらに株式局長を兼務し、1899年2月には理事に就任するが、山本達夫総裁と衝突して、 ストライキの主導者として、同月、日本銀行を辞職する。1900年、立憲声優会創立委員、同年11月から、関西鉄道社長を務め、その在任中には、周辺諸鉄道との連帯輸送を推進し、後の近畿鉄道合同の動きを醸成する選挙となった。1901年8月、第2代大阪市長に就任し、 1905年7月まで勤めた。1905年12月、伊藤博文の推薦で同年設立された韓国党官府の初代総務長官となり、1907年7月の第三次日韓協約の締結を推進した。1907年8月からは韓国区内時間を兼務する。その後、1909年7月、東京人造肥料会社社長。 宝来生命保険総合会社社長、1910年5月、中央新聞社長を歴任し、1912年5月、第11回衆議院議員総選挙に、福岡県福岡市区で、立憲政友会から立候補し、安川財閥創始者、安川慶一郎の支援も得て当選し、衆議院議員となり、1914年10月26日に、辞職した。助役に、 菅野又月地を指名。第5回内国官僚博覧会を開催。報奨契約制の制定、行政改革などで活躍する。大阪港の建設促進にも力を入れ、さらに市街地から港へのアクセスとして、市電を開通させる。市街鉄道のような市民生活に必要な交通機関は、利害を標準に査定されるものではなく、市人や営利会社に運営を委ねるべきではないなどと、 視界で、市内交通を公営で行うことを主張した。ありがとうございます。